武家屋敷。武家屋敷は、武家が所有した邸宅である。大名が所有するものは、大名屋敷あるいは藩邸と呼ばれることもある。現在は、下級武士の住まいである侍屋敷も、武家屋敷と呼ぶことが多くなっている。ここでは、現代の侍屋敷の故障としての武家屋敷についても、記述する。武家屋敷は、原型は、公家の住まい。 久芸屋敷である神殿造りにあると言われ、武家が台頭する鎌倉時代から始まったと言われる。武家造りとも言われ、神殿造りを簡略化し武家の生活様式に合わせ、ご家人集う施設や防衛のための施設を持つのが特徴となっている。なお、現代では侍屋敷の様式を武家造りと呼ぶこともあるが、本来の武家造りとは言葉の意味が異なっている。 室町時代になると、武家屋敷の様式は、神殿造りから独立司会所や対面所といった、建築に象徴される独自の様式を持つようになり、殿も造り、書院造りへと進化していった。安土桃山時代になると書院造りは、上段、下段の空間構成や障壁画をはじめとする絢爛な装飾を備え権力者の権勢を示す総言で、格式の高いものとなった。なお、 床の間といった書院作りの要素の一部は、江戸時代になると、武士や上層農民などの住宅にも取り入れられ、明治以降は民家にも普及するようになった。明治維新後、諸大名の神屋敷は、江戸幕府から与えられたもの、廃領屋敷であったため、新政府により接収され、ほとんどが取り壊され政府の施設などへと姿を変えた。武家個人の所有であった下屋敷は、 本邸として用いられることもあったが、武家は、公家と共に、家族へと移行し、また建築の近代化により武家屋敷、公家屋敷といった春別は、意味をなさなくなった。こうして、武家屋敷は姿を消していくが、代わりに、武士の屋敷、侍屋敷が、武家屋敷と呼ばれるようになり、侍屋敷が多く残る地区、侍町も、武家町や武家屋敷通りなどと呼ばれるようになった。 武家屋敷における御所とは、武家でも特に位の高い武家が構えた屋敷である。天皇などの邸宅も御所と呼ばれるが、これらの屋敷を武家屋敷と呼ぶことはない。また、徳川将軍家においては、江戸城、二条城といった城に住んだため、通常御所とは呼ばれなかった。例としては、藤原秀平のキャラ御所、源、頼朝の大倉御所、 足利将軍家の室町御所や花の御所などがある。大名屋敷は、その大名が使える主人の屋敷や城の付近や、内側に構えた屋敷である。人質を住まわせるための施設や、天下布陣のための宿舎と工事事務所を意味していることもあった。文読、慶長の役の際に、名古屋城に作られた大名陣屋等もそれに含まれる。大名の領地においては、 大名屋敷は、基本的に屋敷のみで独立して建てられることはなく、城内に組み込まれて設置された。このため、多門櫓は長屋として、らは蔵として利用するなど、特に周辺施設は防御施設と兼用される例が多く見られる。また、屋敷自体も防御施設を兼ねたり牢城に備えた、配置や構造となっているものもある。木内の大名屋敷は、おおむね大名の居住する。 国向きと藩内の政治的、経済的な窓口や、現在の庁舎のような役割を持つ、表向きとに分かれるが、他にも、式典や教王、娯楽などの多様な機能を有していた。屋敷の故障は通常は城を含めて、居城と呼ばれ、屋敷自体については設置場所に応じて本丸にあれば、本丸五点、三の丸にあれば、三の丸五点などと呼ばれた。また、 特に大名の本邸であることを示す場合は、居屋敷や神屋敷などと呼ばれる。このほか、木内の外れや郊外には、下屋敷が設けられ、休憩所や隠居所、近親の居所などに用いられることが多かった。江戸においては、江戸城近辺に幕府が土地を与えて構えさせ、また、各大名の事情により大阪や京都などにも構えられた。江戸の大名屋敷は、 江戸屋敷と呼ばれ、大名の幕府への政治的、経済的な窓口や、現在の大使館のような役割も持っていた。大名が居住する屋敷は、上屋敷と呼ばれ、郊外に別邸として設置された、下屋敷と使い分けられた。下屋敷には大規模な庭園、大名庭園が造営されたり、多くの蔵が建てられることも多く、蔵屋敷と呼ばれた。また、 大名の中にはこの間に中屋敷を設けるものもあった。江戸における大名屋敷の詳細は江戸判定を参照のこと。なお、初期の江戸屋敷、特に上屋敷は江戸図屏風に見られるように門や電車に漆や金箔を施すなど豪華絢爛な作りが多かったが、1635年、寛永十二年の武家諸法度により過敏な屋敷の建設が禁られ、 1657年、明暦三年の明暦の大化によりその多くが、消失してからは、質素な構えとなった。京都の大名屋敷は慶屋敷と呼ばれ、屋敷の構成は江戸と同様であった。大阪は商業の中心地であったため特に蔵屋敷が多く、作られた詳細は慶屋敷、蔵屋敷を参照のこと。旗本屋敷は、 旗本が主君の治業に置いた屋敷を意味するが、協議では、江戸幕府に仕える直参旗本の屋敷の意味である。俗に、旗本八万期と言われた江戸には故に、多くの旗本屋敷が立ち並び、旗本屋敷街と呼べる区域が形成されていた。これらは、個人の所有ではなくあくまで幕府の所有であり、役職や、事業の変更などの理由によって、割と頻繁に屋敷街が行われた。 大名のうち、三万国以下の城を持たない大名は、無城大名、あるいは陣屋大名と呼ばれ、城の代わりに、陣屋と呼ばれる屋敷を構え、大名陣屋と呼ばれた。大名陣屋は堀屋矢倉を持つなど旗本の陣屋に、比べ、大規模なものもあった。旗本がその地形に置いた陣屋は、旗本陣屋と呼ばれた。詳細は陣屋を参照のこと。武家長は、 江戸や大阪、京都などに武家屋敷が集中し形成された街並みである。特に江戸には数多くの武家屋敷が設置され、江戸の面積の約50%が武家屋敷で占められていた。江戸時代以降、武家屋敷と共に武家町も消滅したが、現代では侍町を武家町と呼ぶことが多くなっている。侍屋敷は武家に属さない中級。 下級武士の住まう邸宅のことである。現代では本来の武家屋敷がほとんど消滅していることもあり、むしろ侍屋敷の方が武家屋敷と呼ばれることがくなっている。ここでは現代における武家屋敷として侍屋敷を扱うが、歴史的には武家屋敷と侍屋敷は異なるものであったことに注意が必要である。侍屋敷は主に城下や陣屋の周囲など、 主君の居所の周囲に形成され、この集中を侍町と呼ぶ。基本的に主君の居所から近いほど身分の高い人物が住み、遠くなるほどに身分の低い人物が住んだ。特に過労をはじめとする重心は、藩主の居所の近隣や城内に住むことも多かった。一方、身分の低い侍は町屋に隣接した場所に住まうこともあり、中には町屋そのものに住む例もあった。また、 侍屋敷のさらに外側には、足軽の屋敷、足軽屋敷、組屋敷や長屋、足軽長屋、組長屋が置かれ、これらは防衛上の観点から、城下の入り口などに集中して建てられることが多かった。戦国時代までは、武士の多くがそれぞれの領地に住んでおり、平時は農業に従事していたので、この時代の侍屋敷は、名主屋敷、東日本屋、庄屋屋敷、 西日本、あるいは大館屋敷などと呼ばれている。近世になり平能分離が行われると、城下町に侍屋敷が集められ、侍町が形成されるようになった。侍町の多くは、城郭の防御を意識して、三の丸や外閣内などに計画的に配置され、基本的には城に近いほど身分が高く城から、離れるほど身分の低いものの屋敷が建てられていた。 こうした侍屋敷はその武士が所有するものではなく、使える主人から与えられるもので、出世や降格などにより、地位が変われば屋敷も、相応のものに変えられ、主人が天保となればその屋敷は明け渡さなければ、ならなかった。ただし、主に上級の武士は、郊外などに、個人的に、別邸、下屋敷を構えることもあった。陣屋においては、 敷地内に小規模な侍屋敷を構えて住まわせることもあった。重心クラスの侍屋敷では、土辺や長屋門、敷台を構え、下級のものでも、書院作りの座敷を設けるなど、格式を示す衣装が施されていた。また、江戸時代には、上級の鮭、医者、忍者なども武士に準じる身分、格式とされ、屋敷の様式も、おおむね武士の屋敷に準じるものである。 侍町とは、侍屋敷が集まってできた町のことである。城下町や陣屋町の中にあることが多く、城や陣屋に関わる武士が居住した。現在は、武家町と呼ばれることもあるが、武家町とは元来は、大名や上級旗本の屋敷が集まった地域のことであった。明治維新により侍屋敷は、多くが国有地となり、売却、破却され、 また、戦災や都市開発により失われた。しかし、侍町の町並みを現在に伝える地域もあり、その一部は重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。平家の落ち伝承を持つ徳島県三好市東伊屋、旧東伊屋山村、長崎県五島市、福江島にも武家屋敷と呼ばれる住まいがある。東伊の外観は、 農家と同じく、後藤氏は民家の門弟にのみ面影を残す。武士身分に含まれない、私分を持たない足軽の住まいは、侍屋敷とは呼ばれず、足軽屋敷と呼ばれた。下級の足軽は、屋敷ではなく長屋形式の住宅であったため、この長屋は、足軽長屋と呼ばれる。現代においては、足軽屋敷も、受屋敷と呼ぶことがある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。